そうですね、少し皆さんから向かって右側にドローンを動かしてください。マシュマロ、こちらを置きます。はい、あ、今マシュマロ乗りましたね。おお、すごいな、今すっげえ。惜しい。今触った、触った、いい線行ってましたね。あおお、惜しいな、惜しいな。最後のあれはマッシュルーム、マシュマロあれできないことないね。ただ僕は口がちっちゃいから入らなかったんだね、うん、ちょっと難しい感じ。ちょっと難しいね、あれ。甘かったね、あれね。食べになったんですか。いや、歯の中に入りましたから、口だから一応、ま、マシュマロちょっと甘い感じ。甘かったよ、本当に。そんな簡単に言ってくれないですね。もしかして姫路城を壊したのもタムさん。いやいや、それも先輩からすげえ LINE 来ましたよ。僕じゃないです、ちゃんと僕は安全に使ってますんで。完全に落としたのもタムさん、はい、いやいや、みんなそれも先輩によく言われました。でも全然違いますから、はい、安全に。僕はあれなんですよ、だからその事件が結構多かった時に、まあ、ツイッターでですね、まあ、いろんな方からコメントいただきまして、谷プラスさんが一番の被害者ですねと、うん、なんか僕の YouTube をわざわざ載せて、一番平和な使い方っていう感じでですね、扱っていただいたことに僕は嬉しかったです、はい、落ちてるのをよくテレビで見たんで、ニュースとか結構なんかね、甲子園でなんか、うん、野球選手がやって落ちたのとか、はい、あれも谷さんがやられてた。違う、あれだから選手です。選手です。どうか浅草のなんか祭りでなんかドローンが落ちたとかさ、はい、それも谷さんがやられてた。いや違います、全部僕じゃないですか。そしたらドローンっていうのはあれ落ちるの最後は。こんな軽いと思わなかったね。そうなんですよ、これあれできてないですか。発泡スチロールで、はい、ここだからいろいろ安全なドローンを見つけてパフォーマンスに使って、まあ人に当たっても大丈夫。まあ、このメーカーが結構その羽に当たったら止まるシステムになってるんで、本当安全なんですよ、はい。ドローンは回転するので、はい、ベンチさんはちょっと無回転ということなんで、はい、強敵が現れたと思うんですけど、どのように思いますか。まあ、そうですね、ただまあ本田選手とドローンってどう見ても被らないと思うんですよね。まあそういう意味で共存できるんじゃないかなと思ってますけど。最後にドローンっていう言葉を使って今後の目標みたいなのを。ドローンを使ってドローンしないように生き抜いていきたいと思います。以上です。いや、そうなりますよ。